痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。じゃあ下腕足温めますね。結構足冷えてましたからね。うん。どうしてもこう冷たいものとか、うんね、こう柔らかいものみたいな、なんかしっかりしたものを食べようっていうふうになかなかならないですからね。なんかもう毎日そうめんでいいや。ああ、はいはいはい。栄養がやばい。体が冷えちゃうのとね、やっぱ栄養が鉄分だとか、ね、ミネラルが少ないので。でもあとお金がないってなっちゃうとね、あんまりこう食べれるものも限られてきちゃうっていうか、そうなんです。工夫しないとね、なかなか何でも食べれるっていう風にならないですもんね。凝った手料理とか作れないです。疲れちゃってるとね、なかなか、うん、結構料理もね、体力いりますからね。ですよね、うん、立ってね、こうちょっと切ったり運んだりみたいな、うん、フライパンとかも結構重いですからね。持てないですよね。うん、疲れてるときはちょっと料理はきついですよね。かといってなんか外食も味気ないですよね。そうですよね。高級なとこ行こうってなったら高くなっちゃうし、そうそう、安いとこ行こうってなるとなんかファストフードみたいだね。そうなんですよ。自分で作った方が美味しいですよね。そうですよね。お金ないときに行く外食屋さんだったら自分で作った方が全然美味しいですね。そうですね。なんか同じ1000円使うんだったら、あ、そうそう、ね、豪華に材料選んで作れるし、うん、痛いですね。なんかそこも豆っていうか硬くなってる、ね、はい、そうですね。やっぱこう指先って自律神経って言われるんで、痛いですね。痛い痛い痛い。頑張れ頑張れ。最近あんま足触ってなかったから余計、うん、そうですよね。びっくりしてしまう。なかなかね、受ける機会ないと痛いですよね。痛いですね。ちょっと失礼します。腰がね、良くなかったんで、うん、このかかとも今もこうちょっと痛がゆさがあるんですっておっしゃってたんですけど、うん、どうですか、少し変わってきてます？あー、ちょっとそうですね、はい、はん、忘れられるよね。そうですよね。さっき喋ってた時もなんか気になっちゃってムズムズして、あー、うん、そうですね。やっぱ忘れられるようになっちゃうのが一番いいんですよね。気にしてるとやっぱなんかそういうもんっていうか、体がそうなんですね、うん、意識がいくからなかなか治んないみたいなとこありますからね。
ょっと私もともとアトピーだから余計なんか体かゆいことに敏感なんですよね、うんうんうん、あーそっかそっか意識がだからもうそう一回気になりだしちゃうともう漫画読んでても集中できない、うん、あーでもかゆいって辛いですよね本当に書くと余計ひどくなってうんわかる地獄ですよねなんかもうそうなんですよねうん、痛いですね、ここなんですよね、こっちなんですよここね腰をかわいいですね気持ちが言葉になってるっていうのが かわいい腰をってねえ痛いですね痛い足裏よりそこの方がそうこっちがね今よすごい良くない痛いそこが婦人科でそうそうそうなんですあちててあちてだからなるべく足首は出さない方がいいですよあそうなんだ熱くてもちょっとこう、うん、ももの方とかは出しててもここら辺はしまうぐらいの、特に足首は真夏でも靴下履いてサンダル履く子いますよね、うん、あのなんか女の子は足首を冷やしていけないっていう、うちの母も言ってましたよ、うん、お腹とかあの首がつくところは冷やすべきではない手首、足首、首毛と、うん、熱っ熱っアキレス腱硬いから、うん、あの余計にあのこの辺が冷えやすいんだと思うんですよね動かなくて、うん、痛いね痛いね痛い私1回の動画で痛いって何回言ってるのちょっと今なんかね心配されてますよ。こんだけ通ってるのによくなんないのって言ってる人もいましたね。でもちょっと通り良くなってきました。膝裏ね、膝裏ですよね。あ、こんなとこ痛くないだろうってとこが痛いんですよね。そうですよね。なんで痛いのってよく言われたりしてますもんね。自分でも意味がわからない。意外とでもそういう膝裏もやっぱ腰良くないとすごい痛いです。あ、そう。でちょっと内側の方になると生殖器と関係するところなので、うん、そういう意味でもちょっと今痛いから痛い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